今年ね、かぼちゃの種まきました。自然農法国際研究開発センター長野にあるところでできた種を取り寄せた人がかぼちゃをくれたんで、そのかぼちゃから種取って作りました。ね、これね、かぼちゃの苗ちっちゃいんだけども、本来であればあのさ、一本立ちさせるたびに切っちゃうの、チョキンと。だけどももったいないじゃない、せっかく出たのね。だからこれを一つ抜いて移植しようと思います。で、今日使う道具はね、フォーク。よくフォーク結構使いやすいんで、これ使います。で、下の方に移しますね。はい、で、これをね、やっていきます。ちょっと狭いんで、いろいろ移動して、君たちこっちに移ってもらって、んでね、ちょっと見やすいようにこっちにするか。で、これをね、これに移していきます。で、持つあのポイントとしてね、まあ本当は切ってしまえば一番安全なのよね。あの、傷めることないから、残ったやつも抜いたやつも。で、ポイントとしては絶対にこの軸持たないように、この軸ね、ここが、うん、軸、これが切れてしまえば、あれ、もうそれは育たなくなってしまうんで、持つときは葉っぱを持つ、葉っぱを持つ。葉っぱがちぎれてもまだ生き残れるから大丈夫、最悪の事態は避けられるんで、絶対に軸は持たない、葉っぱを持つ。で、どうせ見やすいかな、うん、この間にもう入れていきます。遠慮なく、多少根っこ傷むから仕方ない仕方ない。で、ほぐしておきます。で、こっち植える場所、穴開けておきます。これ畑の土だからなんかよくわかんないもん入ってんだけど、特に肥料とか入れてるわけじゃないんで、ただの土です。ね、肥料混ぜたくないからできるだけね。で、こうやって持ち上げると、ちょっと待って、よいしょ。で、これが根っこたちね。ここが種だ。うん、こういうふうに生えてますね。なるべくこの土の塊は崩さないで、そのまま、ポットの中に植えていきます。で、掘った穴のとこに優しく、もっと掘った方がいいな、よいしょ、優しく植えてあげると、多少切れても再生すると思って、ザッザッザッと、はい、これで後でお水あげときます。で、残った方のやつも整地してあげて、後でお水あげましょう。で、 OK。 で、こういう感じで全部やっていきますんで、で、終わりました。こっちが抜いて植え直したやつで、こっちはそのまま残したやつなんだけども、ね、それぞれ個性があるよね。これなんか見てよ、これひょろひょろって伸びてさ、でもまあ、うん、伸びてちょっと徒長気味かなっていう感じなんだけども、かと思えばね、こういう感じにさ、短いやつとか、こういう風にいろんな個性があるんだよね、種っていうのはさ。でもこの個性がね、なくなってくるんだよね、最近のね。 F1 って言って、なんだ、雑種第一世代。こうなると大体見た目とか味とかさ、そういうものはね、一定のものになってくるんで、こういう種取りしたもの、自家採取を繰り返して作られたものってものは、やっぱりね、同じ環境で育てても長いものがあったり、短いものがあったり、で、遅く出てきたり、これ一番最後に出てきたやつなのね。だからちっちゃいんだけども、こういうふうに個性が分かれるんだよね。で、こうなるとさ、一個一個合わせて栽培するのって大変だから、俺はやるけれどもね、一個一個に合わせて、遅いやつは遅く植えようねとか、早いやつは早く植えちゃおうかなとか、合わせてやるんだけども、ほとんどの農家はやっぱ全部一律に種まいて、一律に育って、一律に植えてしまって、一挙に収穫っていう方が効率いいから、やっぱその F1 っていうものに流れていくんだけども、雑種第一世代。また別の話、動画で話するけれども、まあ、こういうふうな手間のかかる種ってものは、やっぱり経営上ね、めんどくさいものがあるんで、そのめんどくさいものをあえてやる、俺は変わり者っていうね。まあ、まあ余談だったけれども、まあ、今日はこういう感じでね、フォークを使って優しく取って、植え替えるっていうことをして、
この方法を使えば育苗箱ってね、あの箱があるんだけど、プラスチックの箱あるんだけども、それに一列に植えて、そこから掘り出してポットに植えてっていう鉢上げ作業で、それを、畑に植えるっていうことができるんで、スペースは効率的だよね。俺はめんどくさいからもうポットに直植えなんだけれども、まあ、今回本当にこういうことしようとは思わなかったんだけども、さすがにもったいないなと思って、かわいそうだし、せっかく芽出たんだしね。でこのおかげで全部で13個の苗ができたんで、まあ、とても俺の畑には、俺の家庭菜園には植えるにはちょっと多いんで、前の動画にしている青森瑞泉郷のところに植えてね、みんなで食べれるようにしたいなって。でこれは種取りできる種だから、みんな持って帰って大事に育ててあげてくださいねっていうことでやろうかなって思います。まあ、種苗法改正されたらどうなのかな。まあこれ長野の、自然農法のあそこだから多分大丈夫だと思うけれども、こういうことをしていくと俺逮捕されるような時代になるかもしれないんでね、まあ、そうならないように声を上げていかなきゃね、種苗法改正に反対しなきゃなとは思っているんで、まあ、それは別の問題としてね、こうやって一つ一つの命をね大事にしてあげてもらえればなと思います。育苗からやってもらえればね、 ますます愛着湧くんで、自分ができる育苗だけでもやってみてください。